正面打ちですけれども、私が大切にしておりますことは、まず当てるべきところに当てるべき箇所、まあ、私の相手の眉間にきちんと届いている、当たるということです。まずこれが最初。2つ目は、当たったらそれなりの威力があるはずの打ち方であると。3つ目は、必ず止められる。この3つです。なので本当はこの素振りをたくさんしたいんですが、まあ、この3つが揃って次に隙のないように打つと、まあ、隙のないようにというのはこう近づいていてなのではないということですね。これをきちんと行って、これがまずあって正面打ちの稽古と思っております。でちょっと今そこまでやれないので打っていただいて、まずきちんと届いたところでちょっと間を置いていただいてさばいてみる。で切り下ろしていただいてちゃんと当たらないと、はい、次にまたすぐに次の一本打ってくる、ちゃんと当たっている、さばく、この繰り返し、次が打ってくる、右でも左でもいいです、さばく。まずは体さばきだけをどうぞ。こうやって、次は打ってくる、さばく。これ一回一回打ってさばいていただいて、私の方がこう仕切り直してこんな風にするのではなくて、もうその時の状況ですぐに次に行く程度で、このぐらいゆっくりで構いませんので。少ない足数でさばくようなつもりで打つ方もですね、先ほど手押しゲームをしていただきましたが、あれは足さばきを封印してました。今度は足さばきを大事にすると、まあ、大切な一歩一歩を大切に、たくさん歩けるんじゃなくて本当に一歩か二歩だと思っていただいて、必然的な足さばきをしていくと、無駄足を踏まない。このくらいのペースでまず始めていっていただいて、これがちょっと速くなる、そうすると意図せず間に合ってしまうことがあるぐらいのつもりで、これを絶対にうまく避けようとして、わな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 してこんな風になるんではなくて、それぐらいになったらまず当てられて、そこで一息ついてそれから動くぐらいのところから始めて、でそれをちょっとずつ速くしていったら、間に合ってしまったというぐらいのところでいいのではないかと思います。慌ててしまって硬くなったり、自分が乱れるぐらいだったら切られるということですね。はい、こうやってちょっとずつ速くしていって、一人の人がそうですね、あまり数を決めても何なんですけれども、本当に20本とかもっと打つぐらいのつもりで、それで交代してみてください。どうぞ。